機動揚陸プラットフォームは、アメリカ海軍が開発中の艦船。就航後には、海上輸送指令部所属の補助艦艇として、ユスンズの窃盗時を付され、海上事前集積船体に配属される。MLP は教習揚陸任務の海上基地として、利用される。2010年にジェネラルダイナミクスとその子会社である。 ナショナルスチールシップビルディング社が契約を獲得し2011年7月にネームシップのモントフォードポイントの建造が開始された。2015年の就航が予定されている。アメリカ海軍は6艦の取得を計画している。アメリカ軍が基地から離れた地点に大規模な強襲揚陸作戦を行う際にウェルドックとクックを備える従来の強襲揚陸艦では 艦の数と規模が限られ、小規模な作戦しか行えない。大規模な揚陸作戦は港湾を利用する必要があるが、多くの場合は外国の領土であり、政治的な問題が避けられない。そこで海上に兵艦基地を設けるシーベイ新部の概念が提唱されるようになった。海兵隊の装備を積み底を体制にあるろう。漏船タイプの海上事前集積船隊輸送艦から。 クックやヘリコプターなどへ兵員や装備を移動させることができれば従来の問題を解決できる。このために導入されるのが MLP である。兵士や装備は喫水の深い大型輸送艦から海上の桟橋として機能する MLP を介して直接揚陸作戦を行うクックやヘリコプターに乗り換え任務に向かうことになる。ジェネラルダイナミクスによる初期デザインでは 6隻のクックを備え2隻のクックを同時に運用できるものだった。輸送艦から MLP への移動には折りたたみ式ランプを持つカーゴテック社のテストアーティクルビークルトランスファーシステムが予定されていた。この設計案の MLP は旅団規模の兵力を収容でき、速力は二十ノットで最大航行距離は九千海里、一隻あたりの建造費は十五億ドルと見積もられていた。 将来の予算削減が不可避となったため2009年に計画は縮小された。ジェネラルダイナミックスは、子会社のナショナルスチールシップビルディング社が建造しているアラスカ級石油タンカーを元にした設計を提案した。方法線であるためクックの初着艦のために甲板、高さを調節できる。広く低い中央乾板に、車両待機エリアとサイドポートランプ、防限材。 クックレーンを備える。コスト削減のために輸送艦との車両移動については、テストアーティクルビークル、トランスファーシステムの採用は中止されサイドポート、ランプに変更し、ヘリコプター運用能力も削除、さらに装備する、クックも3隻に削減された。最下重量トン数は6万メトリックトン以上になる。1隻あたりの建造費は5億ドルとなる。 サンディー号機で試験を行うエスンズ・ワトキンズとメガボルト・マイティ・サーバント12005年にアメリカ海軍は MLP の概念実証試験の実行を認可した重量物運搬船のマイティ・サーバント1を MLP にロー、ロー船のワトソン旧車両貨物輸送艦ユスンズ・ワトキンズを海上事前集積船体向けに計画中の新型艦に見立てて実験は行われたワシントン州 ピュージェットワンで予備的な試験が行われた後2隻はサンディー号機に移動しニガワトキンスからマイティサーバント1さらにクックへ移されたマイティサーバント1の喫水はクックが海面上に発信できるよう調整された2回目の試験はバージニア州ノーフォーク沖でユスンズレッドクラウドとマイティサーバント3を用いて2006年に行われた2010年には メキシコ湾において、マイティサーバント3と、ユスンズ・ソダーマンを用いて試験された。箱が、最大シーステート4の環境において、テストアーティクル・ビークル、トランスファー・システムという操船のランプ両方を用いて、人員や、ハンビー、M1 エブラムスなどの装備を、輸送艦から、MLP を経由し、クックに移す作業が行われた。2010年8月に、ナスコは MLP の設計と、 初号艦を建造する契約を獲得した。艦の建造は2011年7月にサンディエゴのナスコ工場で開始された。2015年に収益する予定。機関システムはフランスのコンバチームが受注した。2号艦、3号艦の建造もナスコが受注しており、発注は2013年及び2015年に予定されている。3号艦は2018年に収益する。 2011年1月に建造が予定されている3隻の艦名が公表された。キャンプ・モントフォード・ポイントは、ノースカロライナ州の海兵隊基地で1942年から1949年の間に2万人の黒人兵士を訓練した。ハリー・エストルーマン大統領はこれらの黒人兵士を高く評価し、軍隊における人種差別を1948年に公式に撤廃した。 最近になって、これらの兵士全体に対して、議会名誉黄金勲章が授与された。ジョーン・グレンは、海兵隊大佐、パイロット、宇宙飛行士で、上院議員。ルイス・ビープラーは、海兵隊中将で、唯一の5度の海軍十字章受賞者。なお、ネームシップのモント・フォード・ポイントは2013年に、竣工しており、同年5月に、軍事海上輸送司令部に配備された。 モントフォードポイントは2014年6月26日から8月1日にかけて実施されたリムパック2014に遠征用高速輸送艦ミリノケット沿海域戦闘艦コロナドといった新造艦 W 席と共に参加リムパック演習の一環ながらカリフォルニア州沖の演習海域において海兵隊と共に訓練を実施したルイスビープラーは 2020年4月、駆逐艦、ポール・ハミルトン、複数の小海艇などとともに、ペルシア湾の公海上に展開した。展開中にはイラン革命防衛隊の小型船舶と異常接近する状況もあり、一触即発の状態となった。ありがとうございます。